動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人は今あなたに本気、それとも思わせぶりなだけというテーマで、お相手の方がですね、まああなた様に今本気なのか、それともね、まあ思わせぶりなのかっていうところを見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのコンフィデンスというカードです。信用、信頼というカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、スピリットガイドっていうカードになっていて、魂の導きというカードになります。こちらがですね、B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのハピネスっていうカードで、幸福というカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのコンフィデンスというカードですね、もしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人は今あなた様に本気、それとも思わせぶりなだけというテーマで、お相手の方がですね、今あなた様に本気なのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはお二人のね、まあ、これまでのご経緯ということで、まあ、過去から現在にまでおいてですね、どうだったのかっていうところと、今お相手の方っていうのは本気なのか、それともね、まあ、思わせぶりなだけなのかっていうところと、今お相手の方がですね、まあ、あなた様に対して取っている態度や行動の心理はっていうところを見ていきたいと思います。そして今後お二人の関係はどうなっていきそうかっていうところも最後ね、見ていきたいと思いますので、まずはですね、お相手の方とあなた様のこれまでのご経緯、そして今お相手の方は本気なのか思わせぶりなのか、そして今あなた様にとっていらっしゃる行動や態度の心理はっていうところですね、こちらを見ていきたいと思います。
はい、では見ていきたいと思いますが、上のカードがお相手の方のです。お相手の方とあなた様のこれまで、まあご経緯ですね、を表すカードと、こちらがお相手の方は今あなた様に本気なのかどうかっていうことを表すカードです。そして今あなた様にとっていらっしゃる行動や態度の真理はっていうところを見ていきます。ではオープンしていくと、はい、では見ていくと、まず結論からいくと本気だとは思います。思わせぶりなところもね、あなた様としては感じる部分はあるかもしれないですが、出た結果的には本気なのかなと思います。そうですね。お相手の方ね、なんていうかな、その見た目とメンタルがちょっと一致しない方なんじゃないかなと思います。例えば見た目はね、すごくこう、まあなんか、例えばですよ。例えば、まあめちゃめちゃこう、イケイケな感じだとしても、結構メンタルは、小心者とかね。なんかその見た目とメンタルが伴っていないというとちょっとあれですけれども、そういう部分もあるんじゃないかなとは思うので、ちょっとこのあたりですね、見ていきたいと思います。はい。では、まず上のカードです。お相手の方ですね。あなた様との、まあ、これまでのご経緯ということですが、まずは、こちらから見ていきましょう。カップのキングっていうカードが出ています。まあ、このカードには、まあ、寛大寛容ということで、まあ、すごい広い心。まあ、これね、カップのキングの後ろには、これ、広大な海が描かれています。この広大な海っていうのは、心の広さを表す、象徴になりますから、まあ、あとはね、魚たちもこうね、進めるということは、これ、穏やかで広い海ということで、まあ、穏やかで広い心をね、まあ、表すことになるんですけれども、あとはですね、そういった心の広さだけなく頼りになる人物っていうことを表すカードでもあります。ですからお相手の方としては、まあ、あなた様にとってのね、なんかこう頼れる存在、になりたいとか、頼れる存在と思ってほしいとかね、あとは、まあ、どんなこともね、あなた様のことは、ことだったら受け止めるよっていうね。別にそれは思わせぶりで、なんかこう気を引こうとしていて、なんかこう無理してね、全部を、引き受けるというか、受け止めようとするというか、まあ、本気で好きだから、好きな人のことは全部受け止めたいみたいな考えがあるわけですね。ただ、この、なんていうんでしょうかね、この状態が常に続くかっていうと、この姿を見せられるのは、まあ、当然のことっちゃ当然のことなんですが、お相手の方の状況が落ち着いている時だけなんですね。例えば、お相手の方の状況が慌ただしくなったり、うまくいっていたことがうまくいかなくなって、ちょっとこう、チャンスがピンチになっちゃったりとか、それこそなんかこう、不安をね、感じる。まあ不安を感じてしまうような、例えば失敗とかをしちゃった時とかになると、だんだんね、海が荒れてくるわけです。広大な心がどんどんこう狭くなっていて、頼りにしてほしい、頼れる存在になりたいっていうのがありましたよね。お伝えしたと思うんですが、そこから全く違う姿に変わるんです。じゃあどう変わるかっていうと、ここになります。オールフクロウっていうカードになって、フクロウっていうのは、まあ、いわばですね、この、まあ、肉食動物はね、例えばライオンとか獲物を見つけたらガッとすぐ行きますけれども、フクロウっていうのは獲物を見つけてもこうじーっとまずは観察してですね、なんかこう行動をね、チェックしたりだとか、修正をね、学んだりだとか、まあ、ちょっとこうタイミングをね、見計らってこうじーっとね、こう眺める、っていうところが、まあ、一つこれ特徴として描かれているんですが、なんかね、落ち着いてるときはすごくあなた様に対して頼られるためにね、なんかこう積極的に関わってくるんだけれども、それが、まあ、状況が変わって慌ただしくなったり、うまくいかなくなると、急に傍観者になるんですね。じーっ
と見つめるだけで何もしてこない、うん、だからこの緩急があったから、なんか ある一定の距離感まで行くとそれ以上は求めていないから、なんかこうじーっと眺めてきているのかなっていうことで、あの行動、あの発言、あの態度っていうのは思わせぶりだったのかなっていうふうにあなた様は思ったかもしれないけれども、そうじゃなくて、この傍観者になっている時というのはうまくいっていないわけなんですね、うん、常に頼れる存在に思われたい中で、こう自分のことで精一杯の状況になると、ね、あなた様に対してかっこいい姿とか頼もしい姿とか凛々しい姿とか、なんかそういうものを見せられなくなっちゃうからね、急に距離を取ってぼーっとこう眺める。それは気になってるからこっち見てるわけですね。うん。けれども、今はあなた様見せたい姿としてあなた様の目の前に現れられないから、一定の距離を置いてぼーっと眺めている。まあ、ぼーっとというかじーっと眺めているってことですね。うん。でもこの緩急が、あなた様にとっては思わせ無理なんじゃないのと思ったかもしれないですけども、そうじゃなくて、まあ、ペンタクルの4っていうカードはこれ逆位置なんですが、まあ、このカードが逆位置になりますと、物事が遅延する、停滞するっていうね、ことを表すカードになります。うん。ですから、うまくいっていたことがこう滞り始めたっていうことですね。うまくいかなくなり始めた。うん。っていうことを表すカードになっていますね。そうなると、傍観者になっちゃうわけです。ね。まあ、あとはこのカードには、まあ、過ち、過失とか、まあ、だから失敗とかですね。まあ、あとは立場を、今の立場を維持するのに苦労する。だからもう本当に自分の目の前のことがいっぱいいっぱいになるみたいなね。不安定とかも表すカードです。うん。ですから、そういった状況になると、うん。この傍観者になってしまう。ただ、まあ、そこを抜け出したこの傍観者からまたね、こことして、ね、現れては来てくれると思うんですが、まあ、ちょっとその変化があったのかなと。だけで、本気っていうのは出ているんですね。うん。というのは、カップの10っていうカードですね。見ていきますと、まあ、これは、ま、カップっていうのはそもそも愛。まあ、先ほどのね、カップのキングっていうのもありましたけれども、愛がゆえに寛大になれるっていうカードです。でした。で、このカードもですね、まあ、カップっていうところが愛情になっていまして、まあ、10っていうのは大きな数字を表しますから、大きな愛ということであったり、まあ、あとはですね、愛する人との円満な暮らし。まあ、ここには間にね、子供がいますけれども、まあ、お二人の間に子供を作るかどうかっていうのは、まあ、さて大きいですね。これはまあ家族ということで長く続く関係を表しているということです。うん、ですから、あなた様、愛するあなた様と長く幸せな関係を築いていきたいというふうな思いがあるということです。円満な関係という意味もありますし、永続性のあるパートナーシップ、永続性というのは長く続くということですね。うん、そういったパートナーシップを築いていきたい、うん、っていう思いがあるってことは、これ本気ということですね。思わせぶりなだけだったら長くいようというよりかは、うん、のは、まあ、あんまりこう考えないと思うんですね、うん。だからそういった意味では、お相手の方はちゃんとその、あなた様に本気だし、だから、この傍観者の時の姿がお相手の方の、まあ、本性ではなく、本性というか本心ではなく、こっちですね。うん、すごく寛大とか寛容に接してくれていた時のことが、あの、本心。っていうことですね。で、あとはここですが、カップの7っていうカードですね。まあ、このカードもともと聖地になりますと、非現実的な妄想とか手の届かない夢ということで、なんかもう叶いそうにない夢が目の前にあって、もうそれを諦めているっていうカードになるんですが、逆位置になるとそうじゃなくて、願望を実現させたい、夢を実現させたいっていうことで、だからあなた様とまだ叶えたい夢とか目標を持っていらっしゃるっていうわけです。これは本気だから。本気じゃなかったら夢とか目標まで抱かないと思うので、うん、だからそういった意味でもですね、お相手の方としては、まあ、あなた様に対して本気だし、まだまだ、一緒にね、叶えたいものがある。うん、まあ、チャンスが舞い込むっていう意味のカードでもありますから、まあ、その夢を叶えるチャンスが巡ってきてほしいっていう思いもあるわけですね。今の傍観者からまたね、あなた様に寛大に接することができるような状況になるチャンスが巡ってきてほしい。まあ、そんな願いも持っていらっしゃる。そして、Sadness and Isolation というカードですが、まあ、これもですね、まあ、悲しさと孤独感というカードになりますが、
うん、まあこれもね、だから本当はだから今、まあ例えばね、あなた様に会えていなかったり、あなた様に本当はね、こう愛する気持ちがあるのにそれを表現できていない状況っていうのがあると思うんですね。自分の気持ちとはなんか裏腹なね、行動とか態度とか、まああとはむしろ本当はもっとあなた様と近くにいたいのに、なんか突き放すようなことをしていらっしゃるのかもしれないですが、ね、うん、それはなんかこう、見せたい姿でないからちょっと突き放しているだけなんですが、本当はやっぱ寂しい。あなた様と以前のように関われなくて寂しかったり孤独感を感じているっていうことで、だいぶまあ本心に嘘をついた、行動や態度っていうのをとっていらっしゃるんじゃないかなと。だからまあその後ほどもね、行動や態度の心理っていうのを見ていきますけれども、だいぶねその本心に嘘をついたものをとっていらっしゃると思うので、うん、だから本当はあなた様と会えなかったり仲良くできない状況に寂しさとかね、一緒にいれないことへのことに、孤独感、うん、っていうものを感じていらっしゃる。周りから見える姿としてはハッピー、充実、大丈夫ですよとかね、全然元気ですみたいなね、まあそういう状況かもしれないですが、家帰ったらこんな感じですね。もう家、部屋の隅っこでね、体育座りしてもうすぐ落ち込んでるみたいなね、うん、転がっていきそうなぐらいこれもう体育座りしてますよね。うん、まあ、この転がっていきそうですよね。でそれぐらい、まあ、角度によって落ち込んでるかっていうとそういうわけじゃないんだけれども、まあだからそれぐらい本当は寂しいということです。うん。だからこれも本気だから来る寂しさですね。孤独感っていうのをやっぱ感じていらっしゃる。うん。で、だから今取っている態度っていうのはこの傍観者の方の態度とか行動なんじゃないかなと思うんですね。まあそれを踏まえてちょっと見ていくんですが、その行動心理としては、まあここでもちょっとお伝えしましたが、本当は寂しいし孤独感感じているからアクションっていうのがね出ていますけれども、行動を起こしたいわけです。あなた様に対して何かしらのアクション、あなた様と接するアクションとか、なんかちょっとでも長くね関われるアクションとかね、それこそ連絡する、会う、ね、なのかな、触れ合うとか、ね。うん、まあ、ここには波の絵が描かれていますけれども、なんか今の二人の間にある流れを変えるようなアクションっていうのは本当は起こしたいわけです。うん、なぜならば本気だから。思わせぶりだったら別にもうこのまま、例えば今こう傍観者のままどんどんこうね、距離を空けていけばいいだけ、フェードアウトみたいな感じですね。何も行動を起こさないっていうふうに思うと思うんですが、本気だからこそやっぱり今の流れを変えたい、変えるための行動を起こしたいっていうのがお相手の方の中にあるわけですね。うん。けど迷っていると、このソードの2っていうカードが正位置なんですが、これはですね、この2本の剣を抱えている人がいますけれども、この2本の剣っていうのが選択肢を表します。うん。ですからまあ2本の二つの選択肢の間で揺れ動いている。だから優柔不断とか迷いとかね、悩みっていうことを表すカードです。だからこれ何を悩んでるかっていうと、あなた様に今行動を起こすか否かっていうことです。うん。起こしたいという気持ちもあれば、いや、まだ起こさない方がいいんじゃないかっていうふうな気持ちもある。うん。その起こさない方がいいんじゃないかっていう気持ちの理由としては、このペンタクルのナイトっていうカードが逆位置で、このカードは正位置の時はこう着実にね、こう、決して早くはないんだけど着実に進んでいくっていうカードになるんですけれども、これ逆位置になると、まあ、めっちゃゆっくり。だからスローペースとかですね。これもまあ、物事の遅延停滞っていうね、ことを表すカードになっていて、まあ先ほどもちょっと似たようなカードありましたね。うん。だから全然思うように進んでないんです。お相手の方。ね、自分の携わっていることとか取り組んでいることが、うん、その中であなた様に行動を起こしたとしても、なんか自分のこともうまくやれていないのに、ね、恋愛なんてやってる場合じゃないやろみたいなね、別にそのあなた様はそんなこと思わないとしても、なんかそういうふうに思われるんじゃないかなみたいなね、何なんかこう現実世界でうまくいってないのを恋愛に逃げとんねんみたいなね、これ勝手な被害妄想ですよ。お相手の方がなんかそうあなた様に思われるんじゃないかなみたいなね、うん、うわ現実世界でうまくできてないのに恋愛に逃げてきてるこの人ダッサみたいなね、うん、
なんかそういうふうなことを思われるんじゃないかなと思って、うまくいっていない間に行動を起こすのは良くないんじゃないかなっていうふうな、まあ変なプライドがそう考えさせるというか、うん。でも本気という気持ちがあるから動きたいという気持ちもあって揺れ動いている。まあなんかそういう心理状態ですね。ですから、こうぼーっとね、ね、じっと眺めているっていうのは、まあ一定の距離を空けて眺めていると思うんですが、まあちょっとこう好き酒みたいなところがあったりするのかなと。まあ厳密に酒っていうわけではないのかもしれないですが、まあちょっとそれに近いものはあるんじゃないかなと思います。はい。では、今度ね、今後ですね、ちょっとね、喉の調子があんま良くなくてですね、うまく今回喋れていないと思うんですけども、今後ですね、お相手の方ですね、との関係はどうなっていきそうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。今後どうなっていきそうか。はい。では見ていきましょう。まずここからお伝えしていきますね。No more complaining っていうカードで、もう愚痴を言わない、不平不満を言わないっていうカードになります。まあ、complaining っていうのはですね、まあ、不平不満、まあ、愚痴、まあ、文句とかもね、ありますけれども、まあ、もうそれをもう no more っていうことですから、まあ、言わないということで、まあ、いや、まずそのお相手の方がね、今あなた様に対して、なんかこう自分にね、ある程度のところまで近づいてこないように、なんかこう文句というか気持ちを下げるね、ことをおっしゃって、なんかこう自分に来ないようにバリアを張っているみたいな状況があるかもしれないんですが、そういう場合の方は、そのバリアがなくなるっていうことですね。そういったこう気持ちが下がることとか、否定的なことをまあ言わなくなって、まあそのバリアが決壊され、また二人が近い距離でね、愛を育めるようになるっていうこともそうだし、まあ逆にちょっとこうあなた様がお相手の方が急にね、こう変わってしまって、で、まあちょっとお相手の方に対して、まあちょっとこう、まあ文句というところまではないかもしれないんですけども、まあちょっとそういったことを、まあ言ってしまいたくなるような、状況があったとしても、まあだからそれもなくなってですね、もう文句っていうのはこう、まあ何なのかな、もう自然とこう思いつかないというか、こう、口から出てこないようになっていく。まあそういう状況になるということで、それに、関する内容も出ていてですね、フォーカスオンラブっていうカードが出ていて、まあこれ愛に集中するっていう意味のカードでもあるんですが、look for the good in everyone っていうことで、まあすべての人、まあ全員、まあすべての人のいいところに目が行くようになると、見ることができると。まあ見なさいというアドバイスなんですけども、まあだから、まあ人間ね、誰しもいいとこ悪いとこっていうのはあるわけですけれども、ちゃんといいところに目が向くようになって、二人がこうね、愛に集中できるようになっていくっていうカードになります。まあもしかすると今というのは、ちょっとこうね、態度が変わったり距離ができたことによって、いいところというよりか、なんか悪いところに自然とね、目が向いてしまっているのかもしれないですが、良かった時っていうのはね、その悪いところもまああるけれども、まあこういういいところがあるよねっていう、自然と、いいところを見れていたと思うんですね。だからまたそういった自然といいところに目を向けることができるようになり、二人の距離も近づいていってね、心の距離もこう接近していって、また愛を育める。まあ愛に集中できるようになるっていうことですね。今はその愛に集中できないノイズがお相手の方に今あるわけですから、そのノイズがなくなって、二人がまた愛を育めるようになっていく。まあ、このカードの数字が、24という数字になっているので、何かこう24というところがね、二人がもう一度ですね、結ばれるタイミングになってくるのかなと。まあ24時間後っていうね、こともあるかもしれませんし、まあ、何月24日ですね。であったり、まあ24日後、まあ約、
3週間ちょいいいですかね、うん、っていうところですね、うん、にまた愛が、まあ、集中的にね、まあ、愛に集中できるようになっていくということであったり、まあ、このね文句を言わないっていうところに、まあ、反比例してですね、その文句というところが感謝に変わっていくんじゃないかっていうところも出ていてですね、これグラティチュードリストっていうカードで、感謝のリストっていうカードになります。良いところが見えるようになってくるからこそ、今までね、まあ、文句を言っていた状態から相手へのまあ互いがね、相手へのこう感謝ですね、こういう時もこんなことをしてくれてありがとうとか、こういう状況でさえもなんか思っていてくれてありがとうとかね、お互いに出てくる言葉がね、不平不満っていうところから感謝に変わっていくようになるということですね。うん、コンプレーニングがグラティチュードになっていく、うん、まあそういったカードも出てはいるので、うん、なのでね、まあ、決してお相手の方がね思わせぶりっていうわけではないと思いますから、この人思わせぶりだなみたいなね、その気持ちをちょっとずつね自分の中でもこう変えていくっていうことをして、まあ何かねこう言いたくなる不満とかもあると思うんですが、それをね言っちゃうと、もっと大きなね愚痴を言いたくなるような出来事がやっぱこう引き寄せられてしまうので、なるべくねまあ言わないように、まあ言いたくなるときは何かで発散するみたいなことをして自分をコントロールしていくっていうのは大事になってくるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただければなと思いますし、まあここもそうですね、コンフィデンス、選択肢のカードになります。信用、信頼っていうカードになります。やはり信用、信頼の心を持つ者に翼が授けられるっていうことですから、うん。まあやっぱりそういった部分ではですね、まあ相手をこう信用する心をですね、まあもちろんこう信用しがたい行動を取られているっていうのももちろんあると思います。うん。だから無理に信用をね、しろというわけではなく、まあ自然とこう信用できるようになるまでは、一旦ね、あなた様もちょっとお相手の方が離れてみるっていうね、こともした方がいいと思います。無理やり信用するっていうのは、それ信用じゃなくて、なんかこう、ちょっとこれ本来の、なんだか信用、信頼っていうものではないと思うんですね。まあ一つのちょっとこう自分への洗脳みたいなところになっちゃうと思うので、無理やり信用する信用する信用するってなるのはね、無理に信用できないときちょっと離れる、うん、っていうことをして、心からちゃんと信用できるようになったときに、うん、翼がね授けられるようになっていくっていうことでもありますから、まあこれも参考にしていただければ幸いです。はい、ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、まあ、今回いただいたご質問というのはですね、まあ、急に素っ気なくされたのに、何かこう自分の仕草を真似してくる男性がいますと、まあ、この男性心理は何なんでしょうかということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。そうですね、まず仕草を真似してきているっていうことでやっぱ気になるということであったり、好意はね抱いていると思います。まあ、あるいはあれで、まあ多少の憧れとかもねあるのかもしれません、うん、その女性の方に対してね、まあとにかく好意的な感情を持っているということですが、じゃあなんでそっけなくしてくるのっていうことで、まあ今回の方にちょっと近いのかもしれないですけども、ね、好意はあるのに、例えばちょっと今自分にはね、その女性を幸せにする自信がないとかね、今自分はなんかこうね、本来その女性側に見せたい姿、ね、かっこいい男には慣れていないっていうところがあって、うん、まあ、うまくねこう自分らしくいられないからちょっとそっけなくなってしまっている、でも気になるっていう心があるから仕草を真似しているっていうねことであったり、まあ、あるいは、仕草を真似しているっていうことでね、うん、好きなんだけれども何かこう嫉妬するような出来事があってちょっと冷たくしているみたいなね、まあ全然そんな気はないのに、例えば他の男性の方と楽しそうに喋っているようなシーンを見てしまったとかね、なんか SNS 上でなんか絡んでいるのを見てしまったとか、ちょっとこう嫉妬深い方がまあこれのね、こういった行動を取ってしまうこともあったりはするのかなとは思うので、まあちょっとそういう心理が働いているんじゃないかなとは思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画はですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。
はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのスピリットガイドっていうカードですね、もしくは B を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマはですね、あの人は今あなた様に本気なのか、それとも思わせぶりなのかっていうテーマで、お相手の方がですね、あなた様に今本気かどうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様のこれまでがどうだったのかということで、まあ、ご経緯ですね、っていうのを見ていきながら、今お相手の方はあなた様に本気か思わせぶりかっていうところと、お相手の方がですね、今あなた様に対して取っている行動や態度の心理はっていうのを見ていきます。そして、今後ね、お相手の方との関係はどうなっていきそうかっていうところも見ていきたいと思います。はい、それではですね、早速鑑定を行っていきます。鑑定というかですね、リーディングを行っていくんですが、まずはお相手の方とのご経緯と、本気か思わせぶりか、そしてですね、その行動を取っていらっしゃる行動や態度の心理はっていうところを見ていきたいと思います。はい、では見ていきたいと思いますが、上のカードがお相手の方とあなた様のこれまでのご経緯を表すカードです。こちらがお相手の方は今あなた様に本気か、それとも思わせぶりか、そして今あなた様にとっていらっしゃる行動や態度の心理はっていうカードになります。では見ていきましょう。なるほど。お相手の方ね、以前と今ではあなた様に対する時間の使い方っていうのが変わったんじゃないかなと思うんですね。今まではね、あなた様のために時間を使ってくれていた。でも今っていうのは何かこう他のね、逆に言うと、あなた様との時間を犠牲にして、何か別のことに時間を使うようになっていらっしゃるんじゃないかなと。そういった意味で、あなた様に対する時間の使い方っていうのが、こう、かつてと今では結構変わってきているんじゃないかなと思うんですね。うん。で、それがなんかすごくあなた様にとっても今、なんていうかな、辛い変化というか、辛い現象になっていると思うんですね。でも、この苦しさから、ちょっとこう、解放されたいって思うぐらい、なんかこう、
今ね、お相手の方があなた様に対してなんか時間を使ってくれなくなっている状態なんじゃないかなと思うので、ちょっと見ていくんですが、まあ思わせぶりとこれちょっと違うと思うので、どっちかっていうとね、なんていうかな、お相手の方のですね、見立てが甘かったというか、ちょっとね、見ていきたいと思います。まず上のカードからです。お相手の方とあなた様のこれまでのご経緯はっていうところを見ていくんですが、まずですね、ここが出ておりまして、チャリオット、これ戦車っていうカードになります。戦う車って過去の戦車ですね。戦車というのはこうすごい勢いで前進してくるということで、まあ大胆に動く、進むということであったりだとか、まあ勝負事を表すカードでもありますが、勝負を仕掛けるっていうことで、以前はね、どんなことがあったとしても、どんな状況があったとしても、あなた様との勝負、あなた様との関係にこれ全身全霊を捧げるっていう意味もありますから、あなた様との関係に全身全霊を捧げてくれていた。だからこそね、まあわずかな時間ができたとしても、その時間をあなた様に使ってくれていた、あなた様との関係の進展であったり発展につなげるために、そういった形ですごくこうね、どんどんこうあなた様にこう接近してくるようなね、いいのみたいな、かつてはなんかこう他の予定をね、こうちょっと例えば後回しにしてでもあなた様に会いに来たとかね、もう本当にこうあなた様のためにですね、そういう時間を使うようになってくれていた時から、タイムマスターっていうのが出ていてですね、まあ時間の管理人っていうねカードになるんですけども、今なんかすごくなんか時間管理に、なんて言うんでしょうかね、時間管理に厳しい人になってしまっているんじゃないかなと思うんですね。今これにちょっとこう時間を取られていて、忙しいからあなた様とちょっと今会えないやとか、会ってる時間なんてないみたいなね、だからここがだいぶ大きな変化になっているんじゃないかなと思うんですね。今はもうあなた様、以前は他のことを犠牲にしてあなた様との時間を確保していた。でも今それが逆転現象がちょっと起こっているのかなと。あなた様との時間を犠牲にして、例えば、まあ仕事をする、勉強をする、なんか他のことをする。で、今自分はこういう時間に追われているんだっていうね。すごく管理しないと今うまく回らないんだみたいな、それは過去も今も同じなのに、過去はちゃんと調整してくれていたのに、今はなんか調整してくれなくなっているみたいな、なんかそういう状況なんじゃないかなと思うんですね。だからそれが今非常にあなた様にとって辛いことだと思うんですね。ソードの10っていうカード、これ逆位置で、このカードはですね、もともと正位置の時にはですね、これ試練や逆境とかね、まあ、あとはちょっと絶望的な状態っていうことも表すカードになっていまして、こう倒れてる人にね、剣がこう10本突き刺さっていると、これ一気にぐさっと10本振ってきたというか、なんかこうどんどんね、ダメージが蓄積していったみたいな。だから、だんだんなんかこうね、最初はあなた様のために時間を使ってくれていたのが、使ってくれなかった、くれなくなってきたことで、1本目、2本目、3本目みたいな感じで、これダメージがなんかこう大きく、まあ、蓄積されるようになっていって、で、今回出ていたのはこれ逆位置ですから、逆位置になるとこれね、重力でこう剣が抜け落ちていくように、この痛みとか苦しさから解放されたい。まあ、逆境や試練を乗り越えたいという意味のカードでもあるんですが、もうあなた様の中でもちょっともうこれ以上のダメージも抱えられないぜっていう、もう限界ギリギリ。もう本当にこう、コップでいうとこの表面張力もギリギリ、これ以上なんかもう次に何かあったらもう次もう溢れちゃいますよぐらいの状態になってるから、もうさすがにこの苦しさからちょっと抜け出そうかなっていうふうに、今考えていらっしゃる方とかもいると思うんですね。で、そこの中でですね、お相手の方がね、本気なのか、思わせぶりなのかっていうことなんですが、本気ではあったと思うんですね。
でもなんかお相手の方としてはちょっと見立てが甘かったのかなっていうふうにもお伝えしたと思うんですが、ちょっとねお伝えしていきますと、まあそうだな、どこからちょっと見ていこうかなと思うんですが、ここですね、見ていくと Clarity of Belief っていうカードで、まあこれはですね、まあ信念の明瞭さっていうカードで、片方の手に胸を当てて、もう片方からこう蝶々がね飛び立っていますけど、これ気持ちの具現化だと思ってください。気持ちをはっきりとこう伝えていた、示していたものがあったんじゃないかなと。まあ数字の1ですから、1っていうのはこう前半とかね、始まりの時を表すカードですから、始まり、ここですね。すごくあなた様のために時間を使ってくれていた時代の頃をちょっと思い出してほしいんですが、その頃にですね、あなた様にこう見せていた、伝えていた気持ち、それは全然嘘ではない。なんか濁ったね、下心でこう汚れた気持ちをね、綺麗に見せようとしていたわけではなく、本当に心から来るものをそれは見せていたから、決して思わせぶりではなかった。本気ではあったんだと思うんですね。本気だったんだけれども、ちょっとその本気の時にこうなりすぎて、ね、視野がガッと狭くなって、ね、本来だったらちゃんと恋愛を始めていくにあたっては、なんかこう、ちゃんと環境を整えてから始めればよかったんだけども、もう環境を整えるとかね、なんかこう、ちゃんと準備をしてというか、もう本能の方が勝っちゃって、ね、まだ恋愛を始めても、こう、うまくいかない状況の時も本能でも始めちゃった。ところがあるから今になって、ね、あなた様との、時間を確保できない状況になって、で、そこもちゃんと計画を立ててね、この、こういう風になって、こうなった時にちょっと告白をしてみたいなことをちゃんとやっていたら、今のような事態にはならなかったと思うんですね。でもそこを、やらずしても本能だけでも視野狭くなって始めちゃったっていうところが今の状況を作り、あなた結果的に今あなた様のために時間を作れなくなってしまっているみたいなね、だからここが出てるんですけども、カップの4というカードなんですけども、これ閉塞的な状況ということで、今どうすることもできない状況に悩んでいるっていうことなんですけど、いや悩んでるというよりかちゃんと考えてやったらで悩まなくて済んだやんっていうような状況なんですけども、ちょっと本人としてなんでこうなっちゃったかなっていうね、それちょっと見立てが甘かったからと、多分本人もちょっとこう本能だけでこうあの勢いで始めすぎたなと、もうちょっとこう計画性を持ってね、関係をこう進めていたらちゃんと恋愛っていうのを今も維持できたのになとかね、なんかそういうことをちょっと反省していらっしゃるっていうところがあるので、思わせぶりとはちょっと違って、ちょっと見立てが甘かったのかなと、計画性がなかったのかなと、ちょっと本能に流されすぎていたところがあったのかなというところですね。まあそこを、まあ今になってね、反省してももうね、まあ遅いかもしれないんだけれども、今ちょっとそこに今悩んではいらっしゃるっていうところですから、思わせぶりとはちょっと違うと思うんですね。で、こちらのカードですけれども、ペンタクルのクイーンですね。まあこれが逆位置になっています。このカードもですね、逆位置になりますとですね、まあ全てが無に帰すようなですね、不安を感じるということでね、だからこれもちゃんと計画性を持ってね、あなた様との関係っていうのもね、こう進めながら、例えば他のこともちゃんとこういうね、あなた様との関係をこういう計画で進めながら、こっちのこともちゃんとこれを片付けて、これを対処して、こういうふうなことをして、あ、こういう時期になったらこうなってみたいな、ちゃんと計画を立てていたらね、どっちもがうまくいっていたと思うんですけれども、まあどっちもというか、まあいろんなものがバランスよくね、うまくいけていたと思うんですけれども、その計画性のなさで始めてしまったがゆえに、今全てのものがね、なくなってしまいそうな不安に襲われている。まあそれが今のここのカードの状態ですね。で、全部のことに今手がつかない状態になっている。あなた様との関係も手がつかない状態になっているし、その他のこともなんかね、どうしたらいいんだろうっていうことで手がつかない状態になって全部止まっているみたいなね。だからもっと計画性を持ってね、あなた様との関係も育んでいれば今のような事態にならなかったんだけども、そこの見立てがちょっと甘かったのかなと。
がゆえに今の事態になってしまって、あなた様としてはいやいや ちゃんとしてよとね、こう思うようなあの状態かなと思うんですが、まあ思わせぶりっていうわけではなかったと思います。うん、今もね、で、お相手の方がですね、まあ今あなた様に対して取っていらっしゃる、まあ、行動や態度の心理はっていうことなんですけれども、うん、そうです、まあいろんな心理ありますけれども、まあ本来はここですね、だから思わせぶりじゃなかったっていうことをお伝えするカードから見ていくと、ペンタクルの9っていうカード、これ実りの教授っていうことですから、まだあなた様との関係実らせたいって思いはあるわけです、ね、だいぶ不利な状況に追い込まれていると思いますけどね、お相手の方自身が、うん、けれども、まあ、実らせたいという思いも持ってはいるということですから、まあ、これは本気だからということですね。思わせぶりじゃないから実らせたいけれども、ここですね、ソードの5っていうカードがこれ逆位置になっています。はい、このカードがですね逆位置になるとですね、うん、まあこれはですね、まあ危難とか損害ということで、まあ結構こう危機的な状況を表すカードなんですね。うん、もう本当に目の前のことに全力、もう 100% 120% ぐらい出して取り組まないと、ちょっとこう自分の立場が崩壊してしまったり、うん、自分の現状がかなり苦しくなってしまうような結構危機的な状況になってしまっているんですね、お相手の方。だから今あなた様のために時間が使えなくなっているんですが、うん、で、まあそういったね、こうかなりのピンチを目の前にしていてですね、これ諦めの気分とかね、を表すカードになっていて、別にあなた様も諦めたとかじゃなくて、あ、もう無理かもみたいな、うん、なんかそういう心理に今なってしまっていて、うん、うん、まあその心理が今の態度に全てつながっているってわけではないけれども、ちょっとこうピンチにね、ちょっとこうパニック状態になっていて、もう時間使えないって言ってるじゃんみたいなね、なんかもうちょっとこう話し合いにならないというか、なんかパワープレイで話を遮ってくるみたいな、うん、そういった態度とか、行動につながっているんじゃないかなと。でもそれは、その時にね、こう、例えばあなた様きつく言ったりだとか、ね、突き放すようなことを言うたびに、後でその、ごめんねって思ってるわけですね。forgiveness、許して、あ、許しっていうカードなんですけども、ごめん、許して、今はちょっとこう、いっぱいいっぱいなんだ、許して、みたいなね。本当はなんかその突き放すことを言ったり、ね、強く当たった時に罪悪感っていうのを生まれているわけなので、うん、もう鬱陶しいなとかね、全然そういうわけではないと思います。許してごめん、自分がちょっと見立てが甘かったがゆえにこういう状況になって、あなた様にもなんかこう待たせてしまったり、悲しませてしまったりね、辛い思いをさせてしまったり、辛抱をかけてしまったりね、なんか心配かけてしまったり、うん、いろんなことをさせてしまってごめんねっていうのが本当の心理、うん、けれどもそれがいっぱいいっぱいで、そこもちゃんと言えなくなっているっていう状態なのかなとは思います。はい、ではですね、まあ、今後お二人の関係はどうなっていきそうかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではね、見ていきたいと思いますが、お相手の方とですね、あなた様の今後はどうなっていきそうかっていうカードです。うん。うん。ああ、なるほど。
まあ、罪悪感っていうのがあるっていうふうにお伝えしたと思うんですが、まさにそれを表すカードが出ていて、レッド・オブ・ギルトっていうカードですね。まあ、これ罪悪感をまさに手放すっていうカードになります。うん。ですから、まあ、お相手の方ね、今あなた様に対してきつく当たったり、まあ、それこそ辛抱とかね、辛さを強いていることに対しても、まあ、罪悪感をね、感じていらっしゃるっていうところがありましたけれども、まあ、その罪悪感を手放すっていうことは、それだけお相手の方が、なんて言うんでしょうかね。またね、あなた様のために時間を使ってくれるようになる。まあ、ここにでもね、あの時計っていうのがちょっと見えますかね。うん。描かれている通り、またあなた様のために時間を確保したり、ね、自分に与えられた時間をあなた様のために使って、それによってね、うん。まあ、時間が全てってわけではないかもしれないけれども、まあ、そういったね、以前のようにあなた様のためにまた時間を使うようになって、その時間の中でね、うん、今まであなた様に与えてしまっていた辛さを、まあね、すべて消すことはできないかもしれないけれども、それをなんかこう喜びとかにね、苦しさを喜びにとかね、辛さを歓喜にとか、愛にとかね、うん、変えていけるようにしていこうとされると思うので、うん、だからまたお相手の方がね、あなた様のために時間を使ってくれるような展開にはなってはいくと思うし、もう一つのカードもここを伝えてくれていて、クリアリングデッツっていうカードで、これ借りをなくすっていうカードですね。今あなた様を待たせていたり辛抱させているっていうことは、お相手の方にとってあなた様にちょっとこう借りをね、なのかな、借りをつけているっていう言い方なんですかね。ちょっとわかんないですけど、まあ、借りをしているみたいな状態なわけですね。借りがあるみたいな状態。うん。だからそれを、まあ、先ほどもね、苦しさを喜びにみたいなことをお伝えしましたけれども、うん。まあ、借りをなくすということで、ね、あなた様を背中に乗せてこう虹を駆け巡っていってるように、虹っていうのはこう幸せの象徴になりますから、だからその辛さをこうね、幸せに変えて、まあ、借りがあるものをこうなくしていきたい。返済していきたいみたいなことですね。うん。まあ実際にだからそうなっていくと。また今後においてね。で、ここに加えて、これですけれども、ニューラブっていうカードですね。新しい愛っていうことなんですが、まああなた様に新しい愛が訪れるというよりかは、今の、愛、まあ恋愛に新しい展開が訪れるっていうカードになっているので、まあそれがここの内容にはなると思うんですが、うん。で、流れ星をね、キャッチしようとしている人がいる通り、この流れ星、まあ、いわば星というのはですね、希望とか理想とかね、願いとか夢を表しますから、あなた様の望むね、願いというのは今の声でまだ手に入るよと、うん、いうことを伝えてくれています。うん、でまだ可能性はあると。なぜならば、思わせぶりではないから、っていうことですね。うん。で、このカードの数字は26っていう数字が、描かれています。うん。ですから、まあそういった意味では26というね、数字のタイミングの時にいいですね。あなた様の望みっていうのが叶ってくるのかなと。まあ26日後っていうこともあれば、何月26日とかね、26回目の何々とかね、26番目の何かができた時とかね。まあ、もしかしたら2626みたいなね。まあ、数字をよく見る時とかもね、あったりするかもしれませんが、うん。まあ、そういったタイミングでは、まあ、あなた様にとっては26っていうのが今の恋の流れをが変わる、まあ、転換期の数字にはなってくると思うので、まあ、何かね、ちょっとこう、そういった26っていうね、数字をちょっと意識しながら、うん。ですね。うん。例えば何かをするときも、なんかこう26個、ね。するとか、26回してから、例えば、まあ、いつもなんだろうかな、こう、ちょっと最近、ダイエットとかを始めた方は、ね、その、お相手の方とのね、恋の成就を願って、例えば、スクワット26回してからとかね。うん。なんか、その26っていうのを意識して生活していると、流れが変わってくるっていうのも出ていましたので、うん、まあ、これもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。そして、こちらのカードを見ていきましょう。スピリットガイドっていうカードですね。魂の導き、まあ、精神の導きっていうカードなんですが、今後においてはですね、ね、あなた様の魂が導く方向に従っていってください。今までは、ね、例えば誰かあなた様の信頼する人の、まあ、アドバイスをもとにとかね、うん、
まあ、そういった形で何かこう自分の進む進路を、まあ、誰かに託してきた方もいるかもしれませんけれども、ここからにおいて大事になってくるのは、まあ、それこそあなた様が理想郷にたどり着くためには自分の魂の導きを信じてそれに従って進んでいくってことが大事、うん、だからちゃんと自分と自分の魂とつながっておくってことを意識してください、うん、ね。その自分の魂が例えば右と左の分かれ道があった時に左っていうのを示してくれているのに、いや右っていうふうなことでその魂の導きに背いて何かこう物事を進めていくと、全然それがあなた様望んでる方向にはならない。ちゃんと左って言った時には左に進んでいく、まあ、そういったことを意識していくのが大事だよっていうのも出ていましたので、特にまあ人生の岐路とか分岐点とかにね、差し掛かった時にはその魂の導きを信じて進んでいくのが良いというところもありましたので、参考にしていただければなと思います。はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問について、ですねお話ししていくんですが、今回いただいたご質問は、まあ、急に素っ気なくされたのに仕草を真似してくる男性心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、そうですね、まず一つ言えるのは仕草を真似してきているってことで、まあ、それだけやっぱこう気になっていたり、まあ、好意を抱いていたり、まあ、多少ないともなんかこう憧れっていうところはあったりするのかなと、まあ、いずれにせよ好意的な感情は持ってくれているっていうことなんですが、なのに急にね、そっけなくしてきたっていうのは何なのかっていうと、男性にはですね、うん、なんかこう女性に見せたい姿っていうのがあるんですね。例えばかっこいい男でありたいとかね、頼もしい男でありたいとか、仕事勉強ができる男でありたいとかね、尊敬される自分でありたいとか、なんかそういう女性に見せたい、特に好きな人に見せたい自分像みたいなのがあるわけなんですね、うん、けれどもそれとかけ離れてしまっている自分の状況の時には、なんかそっけなくなってしまったり、よそよそしくなったり、距離を置いてしまうんですね。なぜならばその姿を見せたくないから。だからその心理が働いてそっけなくはしているんだけれども、でも心はね、好きという気持ちがあるから仕草を真似しているっていうこともあれば、まあ、仕草を真似しているというところが好意的な感情だっていうふうにお伝えしましたけれども、まあそれでもそっけなくしているっていうことですから、まあ例えばちょっとこう嫉妬するような出来事があったり、やきもちを焼かれているっていうこともあると思います。例えば他のね、男性の方とちょっと仲良さそうに話しているのを見かけたとかね、メッセージのやり取りをしているのを見かけた、何気ないね、業務連絡とかね、普通の会話だったとしてもね、好きという気持ちがそれをなんかこうね、仲良くしているっていうふうに見せているわけなので、まあそういったちょっと嫉妬心をね、抱いているっていうところも関係していたりはするのかなと思うので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、この度ですね、個人鑑定お申し込みいただきましてありがとうございました。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かですね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方はですね、動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのハピネスというカード、もしくは C を選べいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人は今あなた様に本気、それとも思わせぶりということで、お相手の方があなた様に今本気なのかどうかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはお相手の方とあなた様のこれまでがどうだったのか、ご経緯を見ていきながら、お相手の方ですね、今あなた様に本気なのか、それともね、思わせぶりなだけなのかっていうところを見ていき、今あなた様に対してお相手の方が取っている、まあ、行動や態度の心理はっていうのも見ていきます。そして、まあ、今後ねお相手の方とはどうなっていきそうかっていうのを見ていけたらなと思いますので、早速リーディングをしていきますが、まずはですね、お相手の方とあなた様のご経緯というところと、今あなた様に対して本気なのか思わせぶりなだけなのか、それとですね、今あなた様に対して取っていらっしゃる行動や態度の心理はっていうのを見ていきたいと思います。
はい、では見ていきましょう。上のカードがお相手の方ですね、とあなた様のこれまでがどうだったのご経緯というところと、お相手の方が今あなた様に本気なのか思わせぶりなのか、そして今あなた様にとっていらっしゃる行動や態度の心理はっていうカードです。では見ていきましょう。そうですね、本気だと思いますし、本気だからこそ諦め、なんか終わらせられないっていうところが出ているんですね。で、まあ、ここにも本気っていうカードが出ているので、まあ、この辺は後ほど、ね、またお伝えしていくんですけれども、ただ今お相手の方がそんなに変わるかねというぐらいこう変わっているんじゃないかなと。で、どう変わったかっていうと、あんだけ明るかった人がそんな暗くなるっていうね、なんかそれぐらいの変わりようなんじゃないかなと思うので、まあちょっとね、このあたりですね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、まず上のカードからです。お相手の方とあなた様のこれまでがどうだったのかっていうと、まずここが出ているんですね。太陽っていうカードが出ました。まあ3ですね。太陽というカードになっておりまして、まあこのカードにはですね、まあ太陽の持つ、まあ明るさ、元気よさ、活気とかですね、まあエネルギッシュっていうね、ところもありますし、あとはまあ喜びとか満ち足りたひとときということで、すごくこう、和気あいあいと楽しく、こう、明るくね、こう、二人が、まあ、過ごしていた状況もあったと思いますし、実際にお相手の方自身もすごくあなた様に対して明るかった。まあ、それこそちゃんと笑顔が見せられていたりだとか、まあ、ハキハキ喋れていたりだとかね、それこそなんかこう、元気いい姿というかね、エネルギッシュな姿であなた様と一緒にこう、過ごしていた時期っていうのはあったと思うんですね。まあ、あとはちょっとこう、ポジティブな発言。まあ、太陽にはポジティブさっていうことも表しますから、まあ、ポジティブな発言とか態度とかね。そういったものも、見られていたんじゃないかなと思うんですが、ここからもうガラッと変わっちゃって、これですね。ローアーワールドっていうカードが出ました。これ、地下世界っていうカードになります。ですから、まあ、地下世界っていうのはね、これもうほとんど光、まあ、ここはちょっと若干入ってますけどもね、もうほとんどこの地下の洞窟みたいなところですから、光が入ってきていない、状況ですね。ちょっと暗い場所を表すカードの通り、あんだけ明るかった人が、こうも暗くなるかね、みたいなね。それは発言やら、行動やら、態度やら、まあ、その他諸々をね、まあ、醸し出す雰囲気とかもそうかもしれないですね。オーラ的なところも。だから、どうしたのっていうのは、その事情はね、あなた様は分かっていらっしゃるのかもしれないですけど、あれだけ明るかったのに、今なんかめちゃくちゃ暗いみたいなね。だから、その、なんていうかな、その明石家さんまさんが、なんかもう急にヒロシさんになったみたいなね。ね、あんだけ明るく高らかにね、笑っていた人が急になんかヒロシですっていうね、なんかすごいこう暗くなっちゃったみたいな、なんかそれぐらいのでも落差が今あるんじゃないかなと思うんですね。その、まあ、あなた様に対して見せている全てのものが、場合によっては SNS の投稿も以前はすごいなんかこうね、リアルが充実してますみたいなところから、なんかもう最近は病んでいますツイートみたいなね、ものにこう変わったりだとか、それこそまあなんかこうね、アイコンとかもすごいなんか笑っているものからもうなんか急に真っ黒な画像に変わったとか、なんか それぐらいなんか本当に変化っていうのがあって、なんかもう今あなた様としてはこう声をかけるのも気を使ってしまうぐらいの状態になっているんじゃないかなと思うんですね。で、その、じゃあ背景にあったのは何かっていうことなんですが、おそらくあなた様が原因ではないのかなと、いうふうには思います。まあ、これはあなた様もなんとなくそうかなとは思っているのかもしれないですが、
まずですね、こちらのカードを見ていくんですが、まあこれがね、まあおそらくその変わってしまった原因だと思うんですが、ワンドの6ですね、これが逆位置になっています。うん、これがですね、逆位置になると心理的、経済的な打撃を受けるということで、なんかすごくね、まあ経済的、まあお金にまつわることとか、まあお仕事にまつわることとか、キャリアですね。うん。にまつわることで結構こうね、ショッキングな出来事、打撃を受けているとか、まあ、あとはですね、まあ、スランプ、うん、とか不利益を被るっていう意味もあるんですが、なんか不安が的中してしまったりだとか、何かこう裏切りによって足元を救われたりだとか、目標まであと少しのところまで行っておきながら、台無しになっちゃうとか、なんかもう、せっかくよくいいところまで行ったものをなんか見送らざるを得ない状況になったとかね。うん。なんかそういうことが起こってしまって、あんだけ明るかった人がここまで暗くなるかってぐらい暗くなっちゃっているわけなんですね。うん。だから人間っていうのはそれぐらい、まあ状況によってね、人が変わってしまうっていうね、うん。まあことでもあるとは思うんですが、なので、そういった状況の変化っていうところが、まあ、お相手の方が変わってしまった原因なだけで、うん。あなた様に対するものが、例えばあなた様への思いとか印象とかね、気持ちとか愛情とか、うん。なんか、その他諸々が、こう、変わってしまったわけじゃなくて、お相手の方の状況がガラリと変わってしまった。ことが、態度や行動の変化、雰囲気の変化っていうことに伝わる。つながっているんだと思います。うん。で、今本気かっていうと、本気なんだけど本気になれないというか、うん。そう、打撃を受けているから、本当は強くね、こう握りたいのに強く握れない、力が出ないっていう状況だと思うので、うん。ちょっとお伝えしていくと、まずこの本気というところから見ていくと、まずここのカードは、ですね、カップの3っていうカードが正位置です。このカードは、まあ、まさにね、これ愛を深める。だからもっと愛を深めていきたい。ね。二人のね、心の器でありますカップですね。カップに水がたくさん注がれて、ここのね、二人で一つのこの愛というカップに水をね、注いでもっと豊かにしていきたいということから、まあ、ここに実際豊かさを象徴するね、お供え物みたいな。まあ、果実が描かれているわけですけれども、まあ、お供え物じゃないですね。果実。うん、で、そこはね、描かれているわけなんですが、まあ、だから、もっと豊かにしたいとかね、もっと、こう、愛を深めたいとか、関係を進めたいとか、発展的っていう意味のカードでもありますが、もっと発展していきたいわけですね。本気だから。うん。だし、もしかすると、お相手の方としては、その今ね、見舞われている、まあ、スランプとかっていうのはなければ、その本気であるっていうことをあなた様にちゃんとこう示すっていうか伝えるっていうことをしようとも思っていた。シェアザラブっていうカードが出ていて、愛を共有する。まあ、愛を見せるっていうカードになっていて、ね、まあ、見せ方はちょっとこうね、不器用かもしれないけれども、ちゃんとその自分もあなた様に対して愛を持っているんだよと、愛しているんだよっていうことを、なんかこう示そうと思っていたぐらい本気だったわけですね。うん。だから思わせぶりではないと思います。うん。今までのあなた様に対して取ってきた行動とか態度の心理としてね、なんか思わせぶりで、なんかこう、もてあそんだろうみたいなね。なんかそういう心理ではないと思うし、そこまでできる器用さがある人でもないと思います。うん。で、ここですが、死神っていうカードがこれ逆位置になっています。死神っていうのは、本来はですね、死神というのはこの終わりを告げに来る存在ですから、何かを終わらせるとか断ち切るっていうカードになるんですね。うん。で、まあこれが正直逆位置に出ていても最初から終わらせるつもりだったっていうことなので、まあそれこそ思わせぶりでね、まあいいところまでなんかこうね、盛り上がっといて、まあ自分にとって都合が悪くなったら終わらせようみたいなことを考えているっていうことですから、まあこれが正位置だったらまあ思わせぶりだったのかなっていうことも言えるんですけれども、逆位置になるとですね、まあ正位置が終わらせるとか断ち切るっていう意味ですが、逆位置になるとまあ終わらせようとか断ち切ろうとは全然思っていない。けれども無力感。っていうカードで力が入らない、うん、気力が湧かないっていうカードになります。
これもあなた様が原因で今気力が湧かないじゃなくて、今自分に受けているダメージがあまりにも大きすぎて、あなた様との恋になんか力が入らなくなってしまっているっていうことなんですね。それがなんて言うんでしょうかね、暗い発言、暗い態度、暗い雰囲気、行動、ネガティブ、ポジティブ発言がネガティブ発言になっちゃったみたいなね、まあ、その理由で、まあ、本気という思いが今もあるからこそやっぱ終わらせるってことはしたくないけれども、以前のような形で例えば愛情表現をしたりだとか、元気な姿であなた様と今接することができないから、ちょっとこうねネガティブになってしまっていて、ちょっとあなた様もこうなんか気使うわみたいなね、ちょっと雰囲気に今なってはしまっていると思うんですけれども、まあだから本気ではあると思うんですね。で実際にここもそうですが、まあ、本気だからこそというところがあって、まずここを見ていきましょうかね。オポチュニティっていうのが出ていて、これ機械、チャンスっていう方の機械ですね。なんか木と木の隙間から月がねちょっとこう見えそうになっているということで、これがまあいわばなんて言うんでしょうかね、こう千載一遇のチャンスというか待ち望んだチャンスの到来を表します。来た来た来たってことですね。だから今お相手の方としては来たと思えるようなチャンスを今待っていらっしゃるんですね。それはまああなた様と再会するとか、もう一回ねこう愛を育むチャンスというよりかは、まずは今自分が陥っているスランプを抜け出すチャンスっていうものを待ち望んでいらっしゃるのかなということですね。だからそのチャンスが来るまではちょっとあなた様に対してね力が入らないからちょっとこうおとなしくしていようということで、行動とかも控えめになったりだとか、なんか会うね、以前は会いたいね、会うっていうことも会いたいって言ってたのが、会えたらいいねとかね、なんかそういうこう発言になってしまっている。それはまだスランプ真っ最中だからっていうことですね。ただそのスランプっていうのをね抜け出すチャンスが訪れて、ね、今の状況がまた変われば、ここですね、カップの2っていうところがあって、このカードっていうのはこれ男女が向き合っていて、お互いのね心の器、まあ、先ほどはこの器をねここに注がれていたっていうことなんですけれども、カップの3ですからね。でこのカップの2っていうのは、まあお互いが向き合っていて、このねお互いの心の器であるカップの間をねこう水が行き来しているということですけれども、心を通い合わせる、心で深くつながっているみたいな状態ですね。表面的なところだけじゃなくて心でもつながっている状態だから、深い愛とかね、深い愛のつながりっていうカードになります。だからまたあなた様とその深い愛でつながりたいっていう思いがあるから、終わらせはしない、なんか終わりのことは言っていないってことなんですね。終わりの言葉、もう別れようとか、もうやめにしようとか、その言葉を、ね、言わずになんかはっきりさせない理由としては、またこの状態に戻りたいと思っているから、この気持ちがあるからっていうことですね。だからそういった意味でまだ終わらせている、まあ、暗い発言はねあるかもしれないけれども、終わりの一言を言っていないっていうのは、つながりたいという思いがあるから、本気の思いがあるから。で、こちらですが、ワンドのページっていうカードですね。まあ、このカードも変化を求める気持ちとか将来を有望視しているということで、だからかつてその明るい時はね、あなた様との将来をちゃんと描いていてワクワクしていたわけですね。そこに近づいていくことを、その気持ちも今もあるということです。でもその気持ちをまた見せられるのは、今のスランプを抜け出すチャンスが訪れてからっていうことなので、以前はこうね全開で見せていたのを、今はちょっとこう内々にこう秘めるようになってしまっているっていうことなので、だからまあちょっとこうね愛情表現であったりがまあちょっと減ってしまっているのだと思うんですが、まあ決してそのあなた様への思いっていう部分に関しては変わってはいないんじゃないかなというのが出ておりました。
はい。ではですね、まあ、次にいいですが、今後ですね、お二人の関係というのはどういうふうになっていきそうかっていうところをですね、見ていきたいと思います。はい、では見ていきたいと思いますが、お相手の方との関係は今後ね、どうなっていきそうかっていうカードになります。では見ていきます。うん、なるほど。まず見ていくと、これ一つね、転換期になってくるかなと思います。デトックス・ユア・フレンドシップスっていうカードで、人間関係のデトックスっていうカードになります。まあ、フレンドシップスっていうのは人間関係とか友好関係っていうことなんですが、今、あなた様を取り巻く人間関係に、あなた様の気持ちを豊かにする人もいれば、逆に貧しくする人もいると思うんですね。例えば、あなた様にストレスを与えてきたり、不安を煽ってきたり、まあ、あとは、何でしょうかね。なんかこう悲しい気持ちにさせたりとかね。うん。批判してきたりとか、自信をなくさせたりとかね。うん。する人がいると思うんですが、そういったいろんなね、人間関係に囲まれている中で、必要な人間関係だけが取り残されて、必要じゃない、あなた様にとって必要じゃない人間関係が取り除かれていくと。で、そのなんかこう、デトックスが完了した時に、二人の恋に、うん。転換期が起こると。うん。まあ、変化が起こると。だから、今後において、あ、なんか最近も、なんかめっちゃイラつく人、なんかもういなくなったなとか、なんかこう、関わらなくなったなっていうふうなことが起こると思うんですね。あなた様の、その生活にね。うん。その時に、お相手の方が、まあ、次のカードを見ていくんですけれども、お相手の方が現れてくれるようになってですね。うん。また恋が動き出すようになっていくと思うので、これは一つちょっとこう、前兆としてね、覚えておいていただいた方がいいと思います。人間関係がこうね、嫌なものがどんどん剥がれていくみたいなことが起こってくると思うんですね。その時に、このカードが出ていて、リリース・リゼントメンツ・アバウト・マニーということで、お金への憤りを手放すっていうカードになっていて、先ほど、お相手の方ですね、まあ、経済的な打撃を受けているとかね、スランプというのがあったと思うんですね。で、なんかこう、経済面、お金に関してちょっとこうね、なんかこう、イライラするような状況が今あると思うんですが、ようやくそこからね、こう、解放されて、あなた様のところに、こう、迎えに来てくれるようになるっていうことなんですね。こういう。うん。そのタイミングと、こう、お相手の方が来るタイミングと、あなた様の、を取り巻く人間関係がデトックスされていくタイミングっていうのが多分ね、こう、重なるんだと思うんですね。うん。それによって、お二人の恋っていうのが、こうね、またこう、発展していくというか、太陽の時がありましたよね。うん。明るかった時のような状況に、またこう、生まれ変わっていくっていう流れになっていくんじゃないかっていうのが出ていて、そのタイミングが重なった時ですね。に、ここは出ていますけれども、トレジャー・ユア・ラブド・ワンっていうカードで、愛する人を宝物のように扱うっていうカードになります。ですから、お相手の方がまたあなた様をもう宝物のようにね、もう誰にも渡さないっていう、こう大切にね、こう、手で守っているような姿があると思うんですけれども、うん。そういったすごくこう大事にされているっていうのがすごくこう感じるようなね状態にまたなっていったり、ここには恵みのね雫がこうね垂れようとしていますけれども、またこうなんだろうか、二人の関係潤いがね、うん、もたらされていくと。今の状態がちょっと潤いがあるっていうよりかはちょっとこう乾燥しているかなっていうような状態なのかもしれないですが、うん、そこにまた潤いがもたらされていくよと。うん。
まあ、そういったカードでもあるので、だからちょっとこうタイミングっていうのがね同じになって、だからこそまたこうつながれた時に一気にグッとねこう進んでいくのかなと。でちなみにこのカードの数字は、10ですね。10という数字が描かれていますから、まあ何か10というタイミングにね、すごくこう2人がまた交わるようになっていくのかなと。まああと10日後っていうこともあれば、何月10日、丸月10日とかですね。まあ10のタイミング、何か10個ですね。うん。を達成した時とか、まあそれこそなんかこうね、うん。なんか嫌な人が10人いなくなったらとかも、なんかその10というところがね、一つこう、2人がまたこう交わるタイミングとしてね、伝えてくれているところがありますので、まあこれもね、参考にしていただければなと思います。はい、そして選択肢のカードも見ていきましょう。 C をお選びいただいた方はこちらでした。ハピネスというカードです。まあ、幸せっていうカードですね。うん、やっぱりこのカードも伝えてくれている通り、あなた様が幸せを感じたり幸せな生活の中で暮らしていれば、どん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 次なる幸せが舞い込んできますよと。うん、ですから今のねこう目の前の人生とかね、こう生活に幸せなんてもう何も感じないです。じゃなくて、幸せっていうのは作っていけるものでもありますから、何かこう幸せを感じることを作ってみてくださいね。それこそ好きなお菓子を食べるだけでもそういう幸せは感じられますよね。小さい幸せかもしれないけど、でもその小さい幸せがね、どん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 目の前の人生とか暮らしを幸せに感じるようになっていく、まあ最初のスタートにもなり得るので、うん、だから逆に言うと、そのあなた様が今ね、自分という人生であったり自分の暮らしに幸せっていうのをこう感じれるようにならないと、なかなかこう次なる幸せっていうのが呼び込まれにくくなっちゃうっていうのがあるので、そのハピネスを感じる、幸福を感じるっていうことですね。うん、ちょっとそこをね意識してこう変えられるところをこう変えてみるっていうことをしていただくと、流れもね、こう最終的には大きな流れの変化をねもたらすことにもつながるのかなとも思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、急にそっけなくされたのに仕草を真似してくる心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まず言えるのは、まあ、仕草を真似してきているということは、まあ、それだけやっぱまだ好きだったり気になっていたりだったりとかですね、まあ、多少の憧れとかもあったりすると思うんですが、まあ、いずれにせよ好意的なね感情をまだ抱いてくれているっていうことだと思うんですが、ただね、そっけなくしてくるっていうのがなぜなのかっていうところで、まあ、男性にはですね、そのまあ女性に対して見せたい姿みたいなのがあるわけなんですね。かっこいい男でいたいとか、頼もしい男でいたいとか、凛々しい男でいたいとかね、優秀な男でいたいとか、仕事とか勉強ができるスマートな自分でいたいとかね、なんかそういう見せたい、なんか理想像みたいなの持っているんですね、人それぞれ。まあ、特に好きな人の前では。で、それとはちょっとこうかけ離れてしまっている姿の時には、どうしてもねこうそっけなくなってしまったりだとかね、なんかこう気持ちと裏腹の態度を取ってしまうということなので、まあそれがちょっとこうまさに発生しているっていう場合もあれば、ちょっとこう嫉妬とかね、やきもちを焼いているっていうところもあったりするのかなとね。すごくこう好きなのに、なんかそうね、その女性が、まあ、他の男性と、ね、楽しそうに会話していたり、それこそ DM とかね、なんかこう SNS 上の絡みをしていたとかを見るとね、うん、女性側は別にそんな気はなくてね、普通のただのコミュニケーションを取ってるだけなのにっていうことなんですが、まあ、そこに好きというね、まあ、バイアスがかかるので、ただの会話もなんかこうね親しげにしているんじゃないかっていうふうに見えてしまって嫉妬している。でもその好きとか気になる気持ちがあるから仕草を真似しているっていうね、まあそういったこともあったりはするのかなと思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、最後 C ですね。お選びいただいた方はお疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローをしていただけると嬉しいです。
はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。